1.93キロでしたね。だいたいやっぱ10分かからずに来ました。9分49秒ぐらい。はい、ソータです。10月になりましたね。早いですね。本当に10月は次女の七五三の撮影があったりとか、長女の運動会があったりとか、いろいろ立て込んではいますけど、頑張って今日も働いております。ちょっと時間空いたんで YouTube 撮影するんですけど、僕の周りの人がだんだん走り始めてるんですよね。本当に走るっていうことに関してやっぱ否定的な人の方が圧倒的に多くって、クライアントさんであってももちろん僕の友達であっても走ることっていうのがあんまり好きじゃないよっていう人はめちゃめちゃ多かったです。実際に僕もすごいハマったのってこの何年かで、結婚してからフルマラソン走ってみてだんだん魅力にハマっていったんで、ここ6年ぐらいの話なんですけど、本当に走るの大好きになりました。やっぱ学生時代にめっちゃ走らされたとか、めちゃくちゃ厳しく走る練習があったとか、こういうことがあると思うんですよね。僕らも高校の時は水曜日絶対サッカー部なのにボール使わない練習って言って、まず3キロ走極限まで速く走っていって、そっからハードル走って言ってハードルをぴょん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 飛んだり、あと100メーター走をずっと連続で往復していくっていう、めちゃくちゃ鬼畜なフィジトレっていうフィジカルトレーニングっていうのが水曜日絶対あったんですよね。ほんと水曜日って休みの人多かったりとか、病院行く人多かったりとか、ほんとみんな嫌いなんだなって感じで、やってました。僕はその中でも長距離も短距離も得意だったので、この練習でしっかり監督にアピールしないといけないなって頑張ってたんですが、まあまあまあ言っても結構厳しい練習だったんで僕もしんどかったです。で、そういう記憶があるとやっぱりランニングって嫌なものっていうのが頭の中に焼き付いてる人が多いんですけど、ランニングってゆっくり、自分のペース、合ったペースで走るとほんとハマるんですよね。だから最初僕がおすすめして走ってみたら意外とハマっていったっていう人が多くって、もうなんか義務感で最初やってたのに2日に一遍走らないと、ああもう今日も走りたってなってる人もたまにいるぐらい、本当に目標を持ってやってくれてるクライアントさんだったり友達が多くなってきてます。 SNS ってすごいですよね。やっぱ走ったら SNS 上げたくなるんで、それで近況報告もできてめちゃくちゃ嬉しいです。はい、そんな感じで今日はランニング中毒の僕もこうやって走っていこうかなと思うんですけど、ここピラティススタジオ、リラクゼーション&ピラティスゲートって内三下にあるスタジオなんですけど、まあ近くに県庁があったりとかシンフォニーホールがあったりとか、結構街中にあって岡山駅まで2キロぐらいなんですよね。これ2キロぐらいって僕言ってますけど、ランニングしてる人の2キロっていうのと、あとはランニングしてない人の2キロって多分感覚的にちょっと違うと思うんで、僕が2キロって聞いたら、あー2キロかって、まあ10分以内ぐらいで、走っていけるなぐらいの感覚なんで、まあ歩ける距離って感じなんですけど、奥さんからしたらやっぱり2キロっていうと、いや遠いからバスで行こうよみたいな感じの距離になってくるんで、今日ちょっとスタジオから岡山駅まで走って帰ってこようかなと思います。スタジオから岡山駅までどのぐらいの距離なのか、道順も含めてちょっと走ってみようかなと思います。その中で YouTube 撮影していって、いろいろおすすめなお店とかもあるんで、その前とかも通っていこうかなと思います。それでは行ってまいります。はい、小山ビル、ここのリラクゼーション&ピラティスゲート、ここのピラティススタジオ、はい、ここから行ってきましょうか。こっちからぐーって行くと、ここ駐車場ですね。横が駐車場になってて、僕らの駐車場っていうのはこっちからガーって行くと、そこのへこんだとこにあるんですけど、あそこの10列で止めるとこが駐車場です。はい、ここから行きましょう。はい、じゃあガーミンつけて行きます。はい、行こう、レッツゴー。はい、駐車場の方の裏から出てもらったら、まあ、岡山駅近くなるんでこっちから出るのがおすすめです。歩いていくとすぐ信号あるんで、これ右側行くと県庁になるんですけど、ここからゆっくり歩いて行ってもらったらいいかなと思います。まあ、2キロって結構遠いですかね。僕ら走る人からしたら2キロって聞くと、あ、すぐやんって思う感じはしますけど、やっぱり普通に歩くってなったらちょっとしんどいかなとは思います。まあここからゆっくりゆっくり行くっていう感じですね。ここら辺は結構お店が多くって、まあでも県庁の方々、まあ公務員の方が多く勤めてるってこともあって、日曜祝日は結構閉まってる店が多いんですよ。まあだいたい土日に僕らって養成校ってインストラクターの試験だったりとか、インストラクターの養成の講座だったりをするので、その時にみんなでお昼ご飯食べに行くんですけど、まあ2日間缶詰でやるんで、そういう時にやっぱお店が開いてないんですよね。
なんで結構困って、だいたい同じまあグリコっていうラーメン屋さんに行ったりするんですけど、いつももうちょっと選択肢あったらいいのになって思います。平日だったら結構いろんなお店開いてて、インスタグラムでも結構有名なお店がいっぱいありますね。またそこも紹介できたらなと思ってます。でここの通りが岡山の図書館の通りなんですけど、ここに結構僕の行きつけのお店があって、ここですね、ゆっくり左にちょっとそれてもらったら、駅の方とは違う方なんですけど、このお店です。ここモーツァルトっていう洋菓子店なんですけど、僕ら誕生日ケーキはだいたいここで買いますね。ザッハトルテっていうチョコケーキがすごいおすすめです。めちゃめちゃ美味しいです。娘たちも大好きなんで、まあ普通のショートケーキ風なのもありますし、ホールじゃなくても普通に1個買いもできるんで、ぜひおすすめです。ここ右手はタバコ屋さんですね。結構珍しくって、僕の同級生も葉っぱ買って自分でこう紙タバコを巻いて作ったりもしてました。昼間の平日なんて、あそこの喫煙所みたいな灰皿が置いてあるとこあるんですけど、あそこにブワーって並んでみんなタバコ吸ってるっていう、ちょっと異様な光景です。まあタバコ臭いんで、ここはあんま僕は通りたくはないんですけど、まあいつも岡山駅に行くにはこっちの道が一番近いっていう風に Google マップで出るんで、こっちの道を歩いて行ってるって感じですね。右側行ったら岡山図書館になります。まあ、信号待ちがねやっぱどうしても多いんですけど、今回紹介する道は意外と信号待ち少ない道、まあ車で行くのは難しい細い道ばっかりなんですけど、信号待ち少ない道を歩いて行ってます。まあ岡山の街並み楽しんでもらえたらなって思います。いろんなお店あるんでぜひぜひ。でここまっすぐ行ったら岡山駅の方に行くんですけど、ちょっとそれてここ右に曲がってもらったら、ここがサンチンっていう豚まんのお店になります。ここうずらの卵入った豚まんで、まあ、1個420円って結構高いんですけど、これポン酢みたいなのかけて食べるんでめちゃめちゃ美味しいんですよね。で1個がめちゃめちゃボリューミーなんで、5個セットでお土産みたいな感じになってるんで、ぜひこれはお買い求めいただければ後悔しないなって思います。まあどっちかというと大阪とか551蓬莱とかが有名ですけど、まあ、あれよりかなり食べ応えがあるっていう感じですね。大きい感じはします。でもなんかジュワッと系ではないんで、そんな感じじゃないかなと思います。ここマンボっていう焼肉屋さんです。ここの焼肉屋も美味しいみたいです。僕行ったことないんですけど、クライアントさんはおすすめって言ってましたね。はい、奥さんも一回行ったことあるって言ってたかな。はい、こっちぐーって歩いて行ってます。ここら辺はねちょっと狭いんで気をつけてもらえたらなと思います。まあ僕令和の虎の撮影でどうしてもここを歩いてキャリーバッグ持ってカラ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 行ってたんで、新幹線乗るのに駐車場が無料になるって知らなかったですね。最近クライアントさんに聞いて初めて知ったんですけど、いつも歩いてこうやってスタジオから岡山駅まで行ってました。始発の電車でだいたい行ってたんで、6時ぐらいに歩いて行ってたかなと思います。まあサラリーマンの方々、まあ、令和の虎やっぱ細井先生に合わせて火曜日収録だったんで、サラリーマンの方がこの時間帯、その6時の時間帯はよくここも歩いてましたね。まあ中国銀行だったりとか中国電力だったりとか、結構大きい大手の会社さんがいっぱいあるんで、そこでサラリーマンの方がいっぱいおられたかなと思います。結構いいとこですね。でここは浄化筋っていう、大通りになってます。今信号引っかかりましたね。はい、まあここ右手見てもらったら、こっち側に、岡山城がある方ですね。ここの通りまで来ると、まあもうちょっと左側に僕のスタジオの通りがあるんですけど、はい、バスがいっぱい通ってたりとか路面電車あったり、公共交通手段使ってくればあんまり歩かなくていいぐらいの場所にあるので、ぜひあんまり歩きたくないよって方は公共交通手段で駅から来てもらうっていう手もあります。はい、いやここ浄化筋っていうとこですね。もう近くに岡山城あるんで、ここら辺は観光客の人もたまに歩いてます。まあこうやって路面電車こうやって走ってます。いい感じです。まだまだなんで、はい、しっかり走っていきます。
はい、さっきの路面電車岡山駅から、まあ、大体西大寺町駅っていうところに、うちのスタジオの近くの、まあ、路面電車の駅があるんですけど、そこまで大体11分ぐらい10分ちょっとぐらいかかって140円ぐらいで1回、子供たちと乗りましたね。お客さん、クライアントさんがどのぐらいで来れるかなと思って乗ってみたんですけど、結構路面電車乗るってなんか新鮮でいいですよね。たまには公共交通手段も楽でいいかなと思います。でもう一個、あのバスでめぐりんっていうバスがあるんですけど、それは確か100円で乗れるはずです。それは中国電力前っていうのが、路面電車よりも近くの駅で、はい、あるので、ぜひぜひそれで来ていただいてもいいかなと思います。でもめぐりんは確か結構時間が限られるんで、路面電車の方がいっぱい数はあるかなと思います。ここら辺はもういっぱいいろんな、商店が並んでたりとかお店がいっぱいあるんで、はい、ここら辺でいろいろお買い物される方もおられるかなと思います。はい、まあ飲み屋が結構増えますよね。ここ渡辺生鮮館一番近いスーパーなのかな、いやでもラムーマートが近くにありますね。前回あげた動画の、大黒天物産のラムーマートっていう、まあ、ちっちゃいコンビニみたいなところがあるんですけど、そこもめちゃめちゃ安いんですよ。はい、そのラムーマートももうほぼほんとディオとほぼっていうか全部一緒なんかな、ディオとラムーと値段変わらないんでめっちゃ安いですよ。びっくりします、コンビニみたいな形なのに。あれもすごいですよね。まあそこも現金のみなんで、僕としてはうーんって思うけど、まあ近くなんで現金使って、はい、買い物してるっていう感じになりますね。まあ何でもある感じですよね、ここら辺。うん、それこそスーパーは少ないんですけど、いいとこだなっていう感じはします。だけどあんまりこっちの方までなんか食べに来たりとか飲みに来たりとかはほぼしないですね。もう飲み会なんて久しく行ってないなって思います。はい、まあ春ぐらいにそのピラティスの経営者の仲間と一回行ったぐらい、倉敷で一回行ったぐらいかなと思いますけどね。はい、まあでもね、飲む、まあ、最近あんまり飲まないから、お酒を飲むっていうのが好きっていうよりはあの雰囲気がいいですよね。だからよく、まあ、奥さんとも飲みに行こうって言って2人で飲みに行ったりもしましたね。まあ妊娠してから2人っきりで飲みに行ったことはないかなって思いますけど、まあまた一緒に行きたいですよね。ほんといろんな飲み屋さんがここら辺立ち並んでるんで面白いかなと思います。岡山はなんか下手者の飲み屋さんがあって、それこそそれも奥さんと付き合ってない頃に学生時代行ったんじゃないかなと思います。そこで食べたのがそれこそイナゴっていうバッタの、あの甘辛揚げみたいなのがあって、あれ結構美味しかったですね。あとカエルとかですかね、カエル肉のなんか鶏肉みたいな淡白な味で、でももう丸々一匹来るから形がわかるんですよね。あれがちょっと気持ち悪いなっていう感じは覚えてるかなと思います。一番今まで食べたゲテモノの中で美味しくなかったなって思うのはタガメですね。タガメ、これがまた田んぼにあのいる昆虫みたいなやつ、あれはちょっと臭かったっすね。ここ飲み屋街ですね。ここ結構学生時代は来てましたね。まあ僕倉敷出身なんで倉敷の方が多いですけど、岡山もたまに専門学校の友達とは来てました。じゃあ行きます。はい、いろんなお店が並んでます。なんかここ昔は愛席屋みたいなのがありましたけど、愛席屋とかも行ったことなくて、あれ潰れてましたね。違う店になってたなっていう感じです。まあいろいろなんかいろんなコンセプトのお店があるなっていう感じです。クラブがあったりとか、うん、いろんなバーがあったりとか、すごいなって思います。でも僕はどっちかというと本当大衆居酒屋みたいな安い感じの居酒屋さんが好きですね。ガヤガヤした感じっていうのが好きかなと思います。まあここら辺はいっぱいありますよね、選択肢が。で、大体岡山もまあラーメンっていうのが締めであるんで、今右手にラーメン屋さんもあるんですけど、やっぱ飲み屋さんの間にラーメン屋さんいっぱいあったりして、いや結構楽しいですよね。ほんといろんな選択肢あるなって思います。
あ、今高島屋の駐車場見えてきましたね。あそこによく駐車して、まあいろんな岡山のお街を歩いたりしますね。高島屋でカードを契約してたら、ちょっと高島屋で何か買ったら、はい、駐車料金無料になるんで、ここはすごい助かっているっていう感じですかね。あ、これ右手ドンキホーテです。ドンキホーテもすごい行きますね。いろんなものを売ってるんで。で、意外とね、最近ドンキって食材も安いんですよね。たまに買います。フルグラめっちゃ安くなったりとかするんで、ドンキはたまに行くかなと思います。はい、結構やっぱ人多いですよね、ここまで来ると。まあこの時間帯が会社から帰ってる人も多いし、学生さんも学校終わりの子が多いのかなとは思いますが、はい、こんな T シャツ、 QR コードついた T シャツで GoPro 持って走ってるっていう感じです。まあ何人かはやっぱり振り向かれるって感じですね。まあ声かけられることはほぼないんですけど、あのマラソン大会行くとやっぱりたまに見てる視聴者さんおられて声かけられたりしますね。あれは結構嬉しいんで、はい、それはそれで力になってるんですけど、まあこういう街中を走るとすごい浮いた人みたいになってますね。ちょっとこれ道間違えてるんですけど、こっちからまた行って、さっきのドンキのとこまっすぐ来たらここの横断歩道に出るんで、はい、横断歩道で、ここホテルグランビアですね。ここでよくあの忘年会だったりを貸し切ってやったりしてますよね。はい、まあ専門学校の謝恩会もここでやりましたね。はい、もうこれ岡山駅見えてきました。ここで、はい、だいたいこれで何分だったんだろう。まあ結果は後で報告しようかなと思います。この岡山駅の駅の前にぐーって入っていってもらうと、桃太郎の銅像があるあのおなじみのとこに行きます。なんかずっと工事してるんですよね、岡山駅。こっち側は前までロータリーがもうちょっと奥にありましたけど、あっちロータリー今使えないみたいな感じで言ってたんで、ずっとなんか工事してるなっていう感じはあります。また大きくなるんかなっていう感じですね。もうちょっとで桃太郎像っていうとこです。まあはい、ここでやっとゴールです。お疲れ様でした。はい、やっぱ、1.93 キロでしたね。だいたいやっぱ10分かからずに来ました。9分49秒ぐらい。はい、近いですね。まあこれを近いと取るか遠いと取るかは、はい、まあその人次第なんですけど、今日はちょっと雨降りそうなんで、はい、シャワーランにならない前に帰ろうと思います。それでは帰ってきます。帰りは倍速でお届けします。まあこうやって何気なく歩いてきてもらったら、まあいろいろ見て回れるかなと思います。さっきあんまり寄ってはないんですけど、いろんな本当飲食店がいっぱい立ち並んでるんで、まあご飯食べながら来てもらうっていうのもありかなと思います。あんまり食べて買い食いするようなとこっていうのはそんなにないとは思うんですけど、まあいろいろ探してみると面白いかなと思います。あ、今ちょっと水滴落ちてきたからここら辺でポツポツ来だしたんですよね。この日雨予報だったんですけど、全然降らないから走り出したのに、やっぱ帰ると雨降るっていう超雨男なんですよね、僕。本当誕生日11月9日なんですけど、誕生日の日って3分の2ぐらい雨降るんですよね。で、新婚旅行も4日中の、まあ、3日間ぐらい雨、沖縄行ったんですけど雨だったし、本当雨男やなって思います。でもなんか長女が生まれてから、長女が超晴れ女なんか、旅行に長女と行くときは必ず晴れますね。本当にすごいなっていうぐらい。まあここら辺もね、そう気にするからそう思うだけかもしれないんですけど、面白いですよね。雨が降ってきましたね。いや、降る前に帰るつもりだったんですけど難しかったです。まあシャワーラン好きなんで、はい、ボツボツ頑張って楽しんで帰っていこうと思います。まあだいたい4分半ペースぐらいでずっと走ってるって感じですね。まあこんな景色でずっと、意外と曲がるとこ少ないんで、ぜひ、来る際この道順で歩いてくる人は来てもらったら分かりやすいかなと思います。じゃあ帰ります。この浄化筋からは結構もうすぐだなって感じがするんですけど、まあゆっくり歩いてきてもらって、キッチン堀口っていう、まあ、ランチのお店があるんですけど、そこはめちゃめちゃ有名なんで、ぜひ、まあ、また紹介していけたらなと思います。本当に唐揚げって言ったら、唐揚げ定食めちゃめちゃ多いんですよ。ビビるぐらい多いんで、
あそこは本当におすすめかなと思います。もう着きますね。ゴール、帰ってきました。はい、まあ後で後取りします。だいたいやっぱ2キロでしたね。岡山駅まで2キロっていうところなんで、まあ僕からしたら結構近いかなと思うんですけど、歩いて来られる際は2キロっていうのを踏まえた上で来てください。近くにバス停だったりとか、メグリンっていう100円で乗れるバスだったりとか、近くに路面電車も走ってるので、そちらから来てもらえればもっともっと近くで来れるので、公共交通手段使っていただいたり、まあ駐車場も1台ありますので、車で来られる際はご連絡いただければ駐車場ご案内できるかなと思います。だいたい行き市が5分ペースで走ってて、で帰り市が4分半切るペースぐらいで走ってますね。まあ行き市はモーツァルトっていういつも僕が買うケーキ屋さんだったりとか、サンチンっていううずらの卵入ってる豚まん屋さん、あそこめっちゃ美味しいんですよ。あそこ寄ったりとか、してたんで、ちょっと寄り道してるんで、遅くはなってますけど、だいたいこのぐらいのペースで走ってきたら5分ぐらいで来れるかなと思います。走るってそんなにしんどいことじゃないですし、人間はやっぱ走るために進化してきたんで、馬がハーフマラソン、人間と戦ったら馬の方が強いんですけど、人間フルマラソンになると四足歩行の動物たちに何よりも早く到達できるぐらい省エネで動ける機能を持ってるんで、そんな人間の機能をしっかり活かして走るっていうのを楽しんでもらえたらいいかなと思います。強要するつもりはないんですけど、この楽しさっていうのを知ってもらうっていうのも僕のテーマとしてあるので、頑張ってやっていこうと思います。フルマラソン3時間切りサブ3目指してるんですけど、これはどっちかというと今の僕からしたらあんまり楽しめるペースじゃないので、これが楽しめるペースになるように頑張って走っていきたいかなと思います。はい、そんな感じですね。岡山城近くでピラティススタジオを運営してますので、体にお悩みがある方は概要欄からホットペッパービューティーのリンク貼ってますので、ご予約いただければ嬉しいです。このチャンネルではピラティススタジオのことだったりとか、まあ体のことについてだったりとか、僕がフルマラソンで3時間切りサブ3を目指していく練習動画、本番動画も上げていこうと思いますので、そちらもご覧になっていただければと思います。一応1月の26、27でランニングイベント東寺ヶ丘のゴルフ場でやる予定となってます。で、サウンドピーツさんがイヤホンご提供いただいたりとか、その他にも商品のご提供いただけるっていうところ絶賛募集中なので、これ提供できるよっていうものあったら、インスタグラムのダイレクトメッセージか公式 LINE に連絡いただければ嬉しいかなと思います。頑張って走っていってランニングの良さ伝えながらサブ3達成していこうかなと思います。それではまた失礼いたします。